振らないと思うんですよね、はい、ライトの前に落ちました。三塁ランナーゆっくりとホームインです。一塁ランナーキムテギンも三塁に行った。同点に追いつきました。1回の裏福浦タイムリー1対1。結局ラストボールから最後も真ん中に入ってきましたか。少し高いゾーンか。どうですよ。ここはライトへヒットになった。グラブからボールこぼれています。1人ホームイン、2人目も今ホームインで逆転。記録はヒット。当たりは痛烈。フェルナンデスもグラブに一旦当てました。しっかり取った感覚はあると思うんですよ。そしてバッテリーがミス。三塁ランナーホームインです。もう一点追加。4対2、一気の逆転劇。ワイルドピッチ。いや流れがもう一気にここはマリーンズに。そして打球はレフトに上がっています。右か左か、ボールの右か左か、スタンドに入ってホームラン。サブロー、この回5点目、6対1、大逆転になりました。5回の裏ゆっくりとサブローが三塁を回っていきます。高々と打ち上げたレフトスタンド第16号。8月19日、そして千葉マリンでも8月の20日に打っています。ここ最近で3本目。いやシューミンチェはあと1人で勝ち投手の権利から6失点。いやこれも左中間に打球が伸びて、これもヒットになりそうだ。破った。さあ的場はもう三塁を回ってきそうだ。回ってくる回ってくる回ってくる。中島からボール返ってくる。ホームクロスはなりません。セーフ。もう1点追加マリンズ。猛打賞西岡剛、これも左中間です。19回目の今シーズン猛打賞。素晴らしい走力を持つ構えのキャッチャー上本。逆球三遊間抜けました。三塁ランナーがゆっくり帰って西岡ホームインです。もう1点追加、8点目マリンズ。井口にもヒットが出ました。まあ今日はシューミンチェ、そしてノーイ、はい、まあ本当に経験だと思うんですよね、うん、まあ今は本当に計算されたゲッツーではないと思うんですよ。センターへ持っていきました。今へタイムリーヒット。三塁ランナー的場が帰ってきます。もう1点追加。8回の裏今へのタイムリーヒットが出ました。今へはこの試合初のヒットになります、はい、パーキャッチャーボールをそらした。三塁ランナー西岡ホームイン、1点を先制。マリーンズが1点を先制しました。記録はワイルドピッチです。キャッチャー細川の股間を抜けるには井口です。バッティングカウント、ショート中島の横を抜けていく。それを確認して西岡は三塁を回った。トップスピードのままホームを駆け抜けました西岡。井口タイムリーヒット、2点目が入ります。マリーンズ2点のリードに変わりました。井口のサブローです。レフトへ、レフトが下がる。その頭上を越えていきました。レフトスタンド、思わず夜空を見上げた工藤公康。サブロー2試合連続第17号のホームランは8回の裏、貴重な貴重な勝ち越しのホームラン。今ホームイン3対2。ここ6試合で4本目のホームランのサブローです。今日は当たりがなかったんですけれどもね。そうですね、インサイドのカットボールかな。フォアボールが2つ。
外を右へ持っていった。三塁を石岡回ってくる。バックホームはできません。同点。井口の同点タイムリーヒットが出ました。ツーアウトからの3連打。1対1の同点に追いつきました千葉ロッテマリーンズ。さあ流れは変わりつつあります。変わりつつあるね、はい、期待に応えてくれると思うんですけど。打っていきます。いい当たり。三塁ランナータッチアップした。バックホーム帰ってくる。あーっと取れない。ホームイン。ホームイン。よく来ました岡田の足ですけどね。やはりレフトの大島、ポジションから変えられるといけないですよね。送球も高い中途半端なバウンドになってしまいましたよね、タイミング的にはアウトですよ、はい。